スにお邪魔させていただいてすごく嬉しいです。いらっしゃいませ。次女が自分に書いたんですけど、ベニちゃんへ冷蔵庫開けるのやめませんかって。一番思い入れの深い家具があってどれだと思います？最近あれ、最近ザラホームで買ったやつですもうダメです。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞどうぞ。お願いします。では改めまして、モデルでありコラムニストのクリス・ウェブ・ヨシコさんです。どうぞよろしくお願いいたします。素敵なお家にお邪魔させていただいてすごく嬉しいです。いらっしゃいませ。もう何でも目についたもの聞いてください。いいですか。私ずっとインスタでも拝見して、はい、編集部でも話題になってたこの素敵なお帽子がずっとお聞きしたくて、こう一つ一つどういう。これは、はい、旅に出るお仕事だったり、あとプライベートですごく東南アジアとか行くことがあって、あの日差しが強い国に行って帽子を買ってったらどんどん溜まってったんで、あ、だったらこう束ねて収納するよりも飾ってしまおうと思って、でいろんな国でこう集めたナチュラル素材の帽子なんですけど、カンボジアとかタイとか、なんかこう旅の思い出をこう普段から思い出せて素敵ですね。そうなんです。リビング入って素敵なこう気持ちのいいグリーンがたくさんあるなと思ったんですけど、うん、実はすっごい苦手なんですよ、観葉植物。そうなんですか。なのでもう天井ギリギリのヤシの木導入した時もあったんですけど、うん、2週間で枯らしちゃって今なんとか この冬を生き延びた子たちです。でなんかソファーって結構壁につけがちなんですけど、このリビングで一番ここが日差しがいいんで気持ちのいい場所として人にあのくつろいでほしいんで、だからあえてソファーは窓際に。グリーンと一緒にアートも素敵ですね。これは実は長女が描いてくれた絵なんです。そうなんですか。そう、結構お家の中に子供たちのアート作品置いてあっていろいろ隠れてますよ、他にも。私ちょっと気になったのが、はい、外国の絵が これこれはなんか外国に行った時にいろいろ紙幣だったりコインとかがたまるのをどうやって整理したらいいのか分かんないので、ここにも入れてってます。なんかこうバッて入ってるけどそれがなんだか可愛いですね。可愛いでしょ。そう、下になんかこう、あ、これですか。ものがこれはね、ダンベルでここにあるんですね。ここにあるんですよ。これ私のもう3つの3種の神器なんですけど、普段これでこうこれで管理をされてる。これは3キロのウェイトで、アンクルウェイトなので、これを足につけて、運動したりとか。こっちは5キロです。どういった時にされるんですか。もうテレビ見ながら、ながらで、うん。でこっちが、3キロかな、全部使って運動だいたい1時間ぐらい毎日してます。重たいからだからスッとで、ね、ちなみにこれはテレビなんです。え、テレビなんですか。そう、なんかテレビってすごい黒い大きな物体でインテリアを結構破壊しがちなので、どうしようかなって思った時に、東京在住のフランス人のお家に行ったら、テレビにこう布をかけてて見ない時はなんかそれがすごい素敵だなと思ったので、それをブランケットをもう一枚絵のように飾ってます。でテレビ見る時はこれ自分にこうまとって、昨日とかはワールドカップ見てました。コーナーも素敵なんですけど、このサイドボードの上に置いてるレゴですよね。これはね、高校2年生と3年生の娘たちが久しぶりにレゴにハマって、だいたいね6時間ぐらいかけてトータル、で女子高生たちが夜な夜なここに集まって、夜中の11時から3時までレゴをする夜遊び。楽しい時間。なんかこうやって横にこうカゴの中に入れてたら、あ、そうなんです。収納はこんな感じで、うん、なんか飾る収納みたいな感じでやってます。よしこさんのお部屋ってすごく素敵で、はい、統一されてるのに、はい、でもなんかこう温かみがあるというか、なんかあんまりこう綺麗にしすぎないようには気をつけてるんですよ。なんか気を使ってほしくないので、例えばこういうヴィンテージのサイドボードとかも綺麗に磨き上げるんじゃなくて、水染みがそのままあったりとか、あとソファーとかも、もうこういうレザーとかになるとやっぱみんなワインこぼしたりとかいろいろあるんだけど、それも風合いとして楽しむようにしてるので、あまりこの家具に対してこう思い入れはたくさんあるんですけど、こだわりはない。なるほど、うん、こういうワイン一つの染みも思い出と
としてあってっていうこと、うん、そうです。これちなみにライトはね、ついでおくのが私すごく好きで、左右対称が好きなのでついで置いてるんですけど、ロイズアンティークっていうところのお店で、あの色変えられるんです。え、見たいです。あのフィリップスの電球入れてるんで、あのムードによってこういろいろ、あと自分の写真を携帯に入れて、その写真から色を取って抽出して、そう、なんか無限にこのカラーリングできるライトになってるんです。ホラーの時は真っ赤にして見てます。もうサイドからのムードがこちらがダイニングテーブル。はい、ダイニングテーブルになって、ハズルが、そうなんです、次女がね頑張ってお友達と作った3000ピースで、なんだろう、ランチョンマットみたいな感じで、もうこのまま上でご飯食べたりとかして、え、もうそのままなんですね。そのままなんですよ。そう、だからこの上で宿題したりとか、次女は絵を描いたりこうするのが好きなので、常にこういうお絵かきセットは出ていて、手元ですぐに。そうなんです。これはね、色鉛筆、すごくないんです私自身子どもの頃これぐらいの色鉛筆が欲しかったから、自分に子どもができたらなんか際限なく買ってあげようと思ってて、でこっちが私の仕事エリアで、ダイニングテーブルと一緒になってる、なってます。なんか宿題もここでするし、みんなでご飯も食べるし、で8人全員でご飯食べるときは1回撤収するんですけど、基本的にここが仕事場になっちゃいます。シックな色合いですね。実はこれ唯一うちに残ってるイケアになるんですよ。子供たちが小さい時はそれこそどんな家具でもやっぱシール貼ったりお絵かきしたりするからイケアが多かったんですけど、なんかこれに匹敵するいい白いサイドボードがなくて、なんだったらじゃあもうここだけモノクロにしようって思って、ちゃんとライティングがこう時計の上になるように左右対称にやったりとかっていうのは私の変なこだわりなんですけど、でも一番のお気に入りの実はコーナーになってます。あと飾り切れてないんですけど、こっちにも長女の、ちょっと気持ち悪いんですけど、でも私すごい好きで、ちょっといろいろ考えさせられるどこに飾ろうかなって思いながらね。でもなんかそれぞれの目が違いますね。そうなんですよね。なんか本当に絵を描くのが好きで毎日描いてます、上の子は。こちらがキッチンですか。はい、キッチンです。このマンションで唯一あの45年前のままのオリジナルのキッチンになるので、そのままなんですね。そう、70年代に流行ったスタイル、なんかこういうのが珍しいんですって今、うん、この作りってなかなかもう今なくて、だから大事にしたいなと思ってて、うん、本当は入居した時にあのフルリノベしますかって言われたんですけど、このままがいいですって言って、でお気に入りはこのねクローゼットみたいな冷蔵庫、冷蔵庫なんですよ。これうちに搬入してもらった時に子供たちがまたクローゼット買ったのってでね、次女の可愛いメモがここに次女の執筆で書いてあります。食べたことを数日後に忘れているような思い出に残らないお菓子は食べないようにしましょうとか、鏡で見た時に似合っている服は顔に目が行く、似合ってない服は服に目が行く、なんか多分どっかで拾った言葉で彼女なりにこう心に刺さったおしゃれワードなんでしょうかね。で中にはね、貼ってある。そう、これ次女が自分に書いたんですけど、でベニちゃんへ冷蔵庫開けるのやめませんかって、あの食欲旺盛だった時に、止まらなくて、かわいい、10分に1回は冷蔵庫開けてて、そんな自分に嫌気がさして自分にメッセージ書いて自分で諭しに行くスタイルなんですね。そう、こちらにレシピ本も入れてらっしゃる、はい、レシピ本はここにたくさん入ってます、こうやって、でうちはみんなでご飯する時に私が作ってからさあ食べましょうじゃなくて、みんなが来てから一緒に作り始めるんで、なんかここしっちゃかめっちゃかみんなで作りながら飲みながら楽しいですね。なんか初めましての人もそれですごく仲良くなるんで、うんうん、食べる頃にはもう和気あいあいみたいなスタイルなんで。これもレトロで可愛いですけど何ですかね。これは実は食洗機なんですよ。すごい大容量の食洗機です。すごい。でもこれねずっと使ってなかったんですよ実は。なんか食洗機を信じてなくてちゃんと洗えるのか、そう、手で洗った方が良くないと思って、ある日使ってみたらすごい便利で、
もう今ではなくてはならない存在なんですけど、これももう45年生なんで、うん、大事に大事に使ってます。そしてこちらも45年生そう、これは結構珍しいんですよね、極地コンロって、うん、なんか皆さんで料理されるんだったら、うん、お口あると。そう、食器はこういうところにもたくさん入ってて、だいたい8セットで揃えてます。こっち洋食器とグラスで、こっちがこっちには和食器です。でもね、食器だけは趣味にしないようにしてるんです。使わないのにいろいろ買い込んじゃうじゃないですか。だから食器に対してはあまりこう思い入れをない、割れて仕方がないものだと思って、うん、こちらでは何をされるんですか。これはね、作り付けのテーブルでもともとあったんですけど、朝ごはん食べたりとか、あとまあご飯作ってる時にここに人がたまっておしゃべりとかしてて、で読みかけの、長女の読みかけの単行本でいつでもお絵かきができるセットだったり、あと友達の描いてくれた絵と長女が描いた絵とあります。もう絵に囲まれて生活されてるんですね。で、こっちにキッチンから実はあの寝室のエリアに抜けられるようになっていて、でここはキッズ専用のバスルームになってます。でこっちが、次女の部屋です。韓国インテリアにこだわってるみたい でこっちは長女の部屋で、アーティスティックな長女ならではの彩りだったりするんですけど、テーマはおしゃれな廃墟。おしゃれな廃墟これはね、お友達が描いた絵で、これは私が持ってたポスターだったり、あとこれは地球平面説どうしたんだろうってそう、なんかギャグで飾ってるらしいです。だって本当読書家なんで、古事記とかって読むんだって思ったりとか、なんかこういうのって国語の問題でしか読んだことない。坊ちゃんとかって全部読んだことあります？私読んだことある。えらい、えらい、問題でしか読んだことないでも国語の授業ですよね。そうそう、国語の授業で出てくるようなのちゃんと読んでるんですよね。でこれは私が買ってきたお花をドライにしたやつを長女は全部壁に飾ってて、もうご自身でドライフラワーにしてるんですか。はい、でね、次女の部屋に実は一番思い入れの深い家具があって、はい、どれだと思います？サイドチェスト。あれ最近ザラホームで買ったやつですもうダメです。実はね、これ私が小学校6年生の時に夏休みの課題で父親と作った本棚なんです。はい、これだからもう絶対捨てれないです。じゃあ次、あの次女長女の寝室から私の寝室をドアの真正面にドーンとベッドがあります。ドア素敵このもう正面に見えるオブジェは、これはあの青山にあるフーガっていうフローリストでたまたま見つけたんですけど、そのスタッフの方が手作りで作ったオブジェになります。でなんか何にもないのがちょっと寂しかったので、どうやって空間を埋めようかなっていう時にたまたま出会ったもので。そう、このベッドサイドのスキンケア類が気になる。どうぞ。寝る前にされてるんですか？寝る前にここに座ってでこのスキンケアするんですけど、私寝てスキンケアするんですよ。だってエステ行く時みんなこう寝て手術受けません？はい、なのでこう寝てやると、ちょっと寝てやりますね寝てやると本当にこう丁寧に手を動かせるんですよ。でこういうとことか使って顔とかもしっかりこうデコルテまでマッサージできるんで、お風呂上がりに寝てスキンケアしてます。超おすすめ。クローゼット、こっちウォークインクローゼットになってます。収納方法には何かこだわりがなんかあの衣替えはしないようにしていて、なので1年を通じてこのままなんですけど、色別に分けていて、今日何色着ようかなっていうのでお洋服を選ぶことが多くて、なのでこの色別がすごく便利なんですよ。唯一衣替えするのが実はこのラックになってて、なんかラックってベッドルームに置くと結構学生っぽいかなと思ったんですけど、ここはあの秋冬に着たいワンピース、あとまあ茶系のアウターで、つい最近まではサマードレスがここにかかってました。すぐに手に取りたい、そうアイテム。はい、で皆さんにおすすめしたいハンガーがあります。絶対に服が崩れないこのマワハンガー。もうすべてそれで揃えて、できる限り揃えたいなと思って、うん、ここはでも全部間を扱ってますね。
なんかお洋服長持ちするんで、うん、素敵な香水がいっぱい。香水はね、このフエギア1833っていう香水が好きなんですけど、ちょっと匂ってみます。これアマリアグルマンって言って、調香師のジュリアン・デベルさんが昔愛した女性の名前が付けられてる香水で、すっごい女っぽくないです？刺激的でしょ。深みのある。そう、これつけてるとすっごいナンパされるんですよ。しかもね、女性に、男性じゃなくて女性が、すいませんって言って、何つけてらっしゃるんですかって。もう本当、海外でも空港とかでもしっかり香るのに、全くもって嫌じゃないというか、スッと引き寄せられる香りですね。ちょっとスパイシーだったりして、でもすっごい濃厚で甘い。超おすすめです、パイラの皆さん。フエギア1833のアマリアグルマ。先ほど玄関になったんですけど、はい、うん、物が少ないというか、すっきりしてる。そうなんです、収納がここすごくて、はい、でこれ実はクローゼットなんですけど、そう、引き出せるハンガーがついてるんですが、そんなにアウターもここに入れたい服もなかったので、こういう、なんていうんですか、靴ラック、シューラックを入れて靴を収納してます。靴はカバンより好きです。ちょっと一つ一つ見ていきたいくらい。でもね、一番のお気に入りは、はい、ソフィア・ウェブスターっていうイギリスのシューデザイナーさんで、パリのプランタンっていうデパートで見かけたんですけど、私これを見かけた後にモロッコに仕事に行かなきゃいけなくて、で砂漠でこれは履けないから買わずに日本に帰国してファーフェッチで見つけて、ずっと心に残ってたんですね。買いました。ドレスみたいでしょう。もうこの一つで芸術作品な、ね、そうなんです。そういうお宝シューズも入ってます。落ち着く空間でした。私のなんかこう生活感のある家とは全然違うと思って、なんかこう何が違うんですかね。実はまずゴミ箱をリビングにもダイニングにも、あとベッドルームにも置いてなくて、置いてるのはバスルームとキッチンだけ。ゴミは捨てに行くっていうのがうちのスタイルで、あとはね、ティッシュがないんです。あのスキンケアのセットが並んであった、あのベッドサイドテーブルの横にこれがあったと思うんですけど、これね、ティッシュボックスなんです。どうしても隠すものが欲しくて、これあるんですか？作っていただいたんです。そうなんですね。超おすすめ。あるべきものなんだけど、実はなくしてみたら楽なものってあって、うん、そういうのできるだけ排除していくようにはしてます。じゃあもう集められる基準は、こう欲しいものという、欲しいもの、好きなものだけを置くようにしてて、いろいろこう思い出があるものが全部で、それを私のインテリアスタイルをどういう風に説明したらいいんだろうと思ってた、ある日京都に行ったら照明屋さんがあって、あの大正昭和の照明器具を売ってるお店なんですけど、全ての照明にご主人のこうメッセージの札がぶら下がってて、その一枚にインテリアはあなたの歴史観っていうメッセージがあって、それが私すごくストンときて、だからこそいろんな国に行かれたことだったりとかが、うん、はい、このリビングや他の部屋に集約されてるんですね。そうですね。うん、ここに行きたいなとか、ここに住みたいなっていう場所はありますか？やっぱり住みたいのは日本で、なんか世界中いろいろ行ったからこそこの日本の良さが改めて分かったりとかして、でも東京もいいんですけど、なんかやっぱ疲れちゃうんで、セカンドハウスとして実は長野にお家が欲しいなって、この5年間ぐらい長野の土地を見てます。うーん、そう、そっちの長野にお家を買われた際は、はい、ぜひいらしてください。行きたいです。また素敵なインテリアが、はい、よしこさんの歴史とともに増えていくんですね。はい、お待ちしております。その前に土地買わなきゃね。どうもこちらこそありがとうございました。楽しかったです。いや、もうこのご家族と、もうクリエイティブな感性と思い出が詰まったお部屋で、はい、とても素敵でした。また遊びに来てください。ありがとうございます。ありがとうございました。